ダナホワイト、ダナホワイト、ダナホワイト、1969年7月28日隊は、アメリカ合衆国の総合格闘技団体、ユフックの代表、数々のスター選手を育て上げている名プロモーターでも、ある。コネチカット州マンチェスター出身、ユフック日本大会開催、2012年2月26日に伴う、事前記者会見で、 名前の表記についての記者の質問に対して、本人が、ダナは、女の子っぽくなるという理由で、デーナを希望してからは、デーナ・ホワイトと表記する、メディア媒体が多くなっている。プロモーターとして、コナー・マクレガー、ロンダ・ラウジー、チャック・リデル、アンデウソン、シーウバ、ジョルジュ・サンピエール、ジョン・ジョーンズ、BJ ・ペンなどのスター選手を育て上げただけでなく、団体の代表として、 ロレンゾ・フェティータと共に、ルールの整備による競技化の推進、テレビ放送及び視聴形態の拡張、選手の福利拡充、他団体の買収などを実施することで、ユフ o を短期間で世界規模の団体へと成長させた。詳細は、ユフ o のリンク先を参照。元はアマチュアボクサーであったが、1992年、ネバダ州ラスベガスに自身の会社、 ダマホワイトエンタープライゼスを設立。アマチュアボクサー時代の経験を活かし、ボクシングの指導や、ボクササイズのジムを経営する。経営が、軌道に乗ると、プロボクサーのマネージメント業にも進出した。総合格闘家のジョン・ルイスと偶然知り合うと、柔術のレッスンを受けるようになり、その流れから、当時、ーフックと契約の問題を抱えていたキトーオティズと、 チャックリデルに頼まれ、マネージャーとなり、ユフックと交渉を行う。そのような状況の中、当時、ユフックを運営していた社、セマフォアエンターテインメントグループが、暴力性への批判等からユフックの規模を縮小させ、売却先を探していることを知ると、小学生時代からの友人で、ネバダ州アスレチックコミッションにおいて、コミッショナーを務めた経験を持ち、ホテルカジノ、 ステーションカジノを経営するロレンゾ・フェティータに、このお持ちかけ、2001年に、ロレンゾとその兄フランクと共に、ユーフックを買収。ユーフックの運営会社、ズファ、ズフォ、LLC を設立して、代表に就任した。2016年10月28日、FOX スポーツで放送された野球の FS1、ワールドシリーズ第3戦に特別出演した。 勝敗をジャッジに委ねるなというのが口癖。ロレンゾが、ックを辞任するまでは、主に、ダナホワイトは、現場の取り仕切りというフックの顔となり広報活動を、ロレンゾ・フェティータは、ックの経営面を担っていた。少年時代は、ブルース・リーとモハメド・アリの大ファンだった。格闘技に携わるようになってからは、桜バカ寿司のファンであると公言した。 2007年にプライドを買収した後、プライドが消滅したことやユフックの日本大会、開催に妨害があることについて、我々にはプライドのための計画があったし、日本大会を開催するつもりだった。しかし、そこにはマフィアが横行していた。そんなところでビジネスをするのは実に面倒だ。そのせいで、プライドというブランドが消滅することになってしまったのは、非常に残念だと語っていた。 その後、そのことは、だいぶなくなったので大丈夫ですと語り、数度にわたって、日本でユフックの大会を開催している。ユフック以外の他の総合格闘技団体に対しては、批判的な姿勢をとっており、バドッグファイトやエルティックスクなど、多くの信仰団体を、ジョークと発言する、ユフックへの自負が強い。ユフック以外の団体と契約している選手についても、 批判的な発言をすることがある。また、ユフックの選手であっても、現在は和解しているが、キトーティズなど、懸縁の中であった選手もいる。総合格闘技対ボクシングのドリームマッチがたびたび、話題になるが、ボクシングルールか、総合格闘技ルールでの対戦に関わらず、コナーマ・クレガー対、フロイド・メイウェザー・ジュニアやアンデウン・シューバ対、ロイ・ジョーンズ・ジュニアのように選手が、 お互いに対戦を望んだとしても、ロイ・ジョーンズの悪口は言いたくないし、彼のことが好きだしファンだった。しかし彼の前世紀は約15年前だ。今の彼は世界最高レベルのボクサーではない。もちろん試合をやろうと思えばやれるし、大々的に宣伝しても受けることも可能だろう。でも稼ぐことはできたとしても、長期的に見れば、総合格闘技に悪影響を及ぼすことになる。 我々は、この総合格闘技というスポーツが好きだからそういう、試合はしたくないというスタンスを取ってり、ユフックと契約している選手には、ユフック以外の試合には、出場を一切認めない方針のため、実現しなかった。2017年8月26日、ユフック世界ライト級王者のコナーマクレガーを、フロイド・メーベザ・ジュニアと対戦させた。ツイッターで、 今から30分後に私はに行くから、そこに来たファンには、ユーフックの招待券をプレゼントしようなどとツイートして、ファンに招待券をプレゼントすることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。